日本の住宅、日本の住宅、日本の住宅は近年までほとんどが木造、木造軸組工法、在来工法の平やか2階建てで、畳のある部屋、和室を中心に作られてきた。第二次世界大戦後、特に高度成長期以降は、生活スタイルや工法の急激な変化に伴い、住宅も大きく変貌している。生活スタイルとして、和室を作らない場合も多くなっており、 広報として、集合住宅、中高層、超高層では、鉄筋コンクリート作り、鉄骨作りのもの、低層の小建て住宅でも、鉄筋コンクリート作りやプレハブ広報等のものが多くなっている。本校では、今日一般的になっている洋風の住宅との比較を、念頭に、日本の伝統的な住宅、和風住宅を中心に記述する。 今日の和風住宅の原型が成立したのは、鎌倉時代から室町時代にかけてである。鎌倉時代の鎌倉では、急速な都市化の結果、それまでの地方武士住宅の接客室であったデーが、変化して座敷と呼ばれる接客室が成立した。これが和室の原型となるが、当時は広い部屋では、路地型に畳を敷いており、敷き詰めてはいなかった。その後、 東山文化の時代、応仁の乱前後になると、足利義政の邸宅内の建物であった、銀閣寺の東武堂のように、畳を敷き詰め、障子道を用い、床の間などの座敷飾りが作られた書院作りと呼ばれる、様が生まれた。織田信長による天下統一は、住宅市場も活気になったと考えられる。信長の安土城や、豊臣秀吉の大阪城などで、 身分の序列を表し権力者の威厳を示すため、安土桃山風と呼ばれる豪華な書院作りが完成した。家臣は城下町に住むよう命じられ、加野英徳の落中落外図屏風などから、都市建築、町や侍屋敷なども発達してきたことが伺える。書院作りは、江戸時代を通じて、武家住宅及び上層民家の様式として使用された。 床の間のある座敷を持つことが身分の指標となった。一方で、江戸時代初期には茶室の要素を取り入れた、いわゆるスキヤ作り、すき家風書院の住宅も生まれ、別荘や一部の町家に用いられた。中世の絵巻物などに見る町家は、まだ非常に簡素なものが多かったが、江戸時代に入ると、次第に発達していった。京都の町家である京町家に発しそして、 関東にも広まっていった。近世初期、関東で一般的な農民の住まいは土間にいろりを作り、床にむしろなどを敷くようなものも多かった。広報も掘った手柱を立て、かやで屋根や壁を拭くものであった。農家も次第に発展し、土間を台所や作業場などに使い、床を作り食事や就寝のための部屋が作られていった。広報も 祖先の上に柱を据え、梁を複雑に組み合わせて作るように変わり、高い技能を持った職人が建設するものになった。ただし、土壁や茅葺き屋根は家族や集落の仲間と共同で作ることも多かった。江戸時代後期以降、他の字型の間取りが広く普及していった。この間取りは、結婚。 葬儀など人が集まる行事に使うことを意識したもので、用途に合わせて襖を開け示して用いた。今日、伝統的な民家として、民家園などに保存されているものは、他の字型のタイプが多い。江戸時代には、贅沢を磯めるため、床の間や瓦吹き屋根などは制限されていた。ただ、防火のため、瓦吹き屋根が奨励されたり、義務付けられた町もある。 明治時代になると建築に関する封建的な規制もなくなり、視力に応じて住宅を作るようになった。この時期に大火に遭遇した東京や川越、高岡など東日本を中心とした多くの町では、防火のために総土像作りの店層が立ち並ぶ、豪壮で華麗な町並みが形成され、現在まとまった形で残るものは観光資源ともなっている。欧米から伝来した 西洋建築に対し、日本在来の伝統的な様式を踏まえた建築は、和風建築としてまとめられるようになる。大工道具の質も上がり、明治宮殿建設などの大規模な公共事業を通して、食の交流も活発になったことなどで、建築の質は全体に向上していった。明治時代には、他の分野と同様に住宅においても、近代化イコールにしようかの動向が進むが、 実際に洋風の住宅、西洋館を建てるのは政治家、実業家など限られた階層の一部のものに限られ、その場合でも普段の生活は併設された和風住宅で行う場合が多かった。明治後期から昭和初期の富裕層により建てられた住宅建築は当時の日本の豊富な木材と職人の高い技術に支えられ、最も優れた品質を持っている。 大正時代以降、サラリーマン、都市知識人ら都市部の中流層が、洋風の生活に憧れ、一部洋風を取り入れた和洋折衷の文化住宅が、都市郊外にも多く作られるようになった。しかし、家の中では靴を脱ぎ、畳でくつろぐといった生活スタイル自体はほとんど変わらなかった。これは、関東大震災後のモダンな集合住宅である、同潤会アパートや、 都心部の店舗兼住宅、看板建築でも同じである。第二次世界大戦中の空襲で都市部では住宅が大量に失われた。戦後、住宅難の中で質の低いバラックが大量に建設され、公団住宅など大量供給型の住宅が作られた。合理的な生活を目指してダイニングキッチンなどが新たに工夫された。戦前の住宅は 農家でも町屋でも生業と結びついた食住一致のものが多かったが戦後はサラリーマンの増加により食住分離の方が主流になっている高度経済成長期に入ってからも住宅需要の増加は続き木材資源の逼迫の中で安価な住宅を大量に供給することが求められモルタルや合板の利用が激増した 日本のふんだんな木材と高い技量の大工に支えられていた伝統工法は、筋貝や金物、ボルトナットなどを用い、使用する木材量が少ない木造軸組工法にとって変わられ、都市部の住宅の品質や職人の技量は全体的に低下していく。1970年代からはプレハブ住宅が普及し、住宅の工業製品化が進んだ。 鉄骨構造や鉄筋コンクリートの住宅が増え、木造軸組工法の住宅にもプレカット材が使われるなど、近年の日本の住宅は伝統的な工法からは大きく隔たったものになっている。1960年に木材の輸入が自由化されてからは、扱いに相応の技能が要求される、国産材は次第に敬遠されがちとなり、 乱伐により良質な国産材資源が枯渇したことも、ある安易に施行できる輸入木材が主に使われるようになった。今日では洋風の住まいが普及し、日本の生活習慣は欧米の影響を強く受けた形に変化した。欧米からの輸入住宅も少なくない。建材としては従来の日本建築には欠かせなかった漆喰や藁、 和紙などはあまり用いられなくなり、サイリングやアルミサッシ、コンクリートブロック、石膏ボードなど1960年代以前にはなかった建築材料が多く用いられる。これに伴い住宅の高機密化や品質の均一化が進んだが、シックハウス症候群などの問題も発生している。かつて近代以降床の間のない家というのは、よほど粗末な住宅以外には考えられなかった。 新築の家は和室はあっても床の間がない場合が多くなっている。日本統治時代を経験した台湾、朝鮮、カラフトといった地域では現在でも日本家屋が存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。